よろししくお願いします私も今年はモンブラン走ったんですが実は UTMB ではなくて TDS といって今年は1 2 0キロになりましたねちょっと伸びてで途中でやっぱりあの切れそうになったんですけどもなんとか走りきって、まあ、終わった時にはやっぱりあの人生で最大の満足できるレースでしたでその影にあるこの生理的 医学的側面ということでちょっとそのメカニズムというかちょっと考えてみましたまずあの私がトレーラーに目覚めた理由ですけども実はあのあでもう一回紹介するかもしれないんですけどもマラソンを始めてだいぶもう20年近く経ったんですけどもなかなかブレイクアウトできなかったんですねでここに書いてあるようにこのまるでハエのようにこのガラスを越えれなかったで実はあのこっち側の 隙間が空いてたんですねでそこに何があったかというと実はサイエンスとそれからあの、まあ、今回はさんでしたどういうことかというとやはりただ頑張るだけではなかなかこの,この高いところに行けないんですねで、まあ、私医学をやっているのでこのサイエンスのところは割と情報収集すぐできたんですねでスキルもある程度磨けたんですけども それだけででやっっぱり足り足なかったですね何が足りなかったかというともう実際のテクニックとそれからマインドですねこれ実は今サイエンスとマインドこの辺もかなり科学的に証明されてきているのでそこをちょっとこれから考えてみたいと思います、まあ、その前に一般論としてこの割とこう長距離マラソン今は行ってますけどもこれマラソンとかトレーランっていうのは本当にこの安全なのか 健康に寄与しているのか、まずリスクから考えますとま明らかに危険に見え,見えますねこれは100メガキロ100メガアウアそれだけこの走った場合、まあ、それだけ距離なかなか1人では走りませんけどもその時にどのぐらいの脂肪が出るかというのを例えばバイクとかあの乗用車飛行機鉄道と比べるとやっぱり一番リスクは高い。 もちろん飛行機の方が簡単に距離たくさん飛びますのでそれを実際日で見るとだいたいバイクよりもちょっと低いぐらいでトレーラーはどうかと言いますと交通事故のリスクは低くなりますけどもやはり山岳のリスクは増しますのでもしかするともっと高いかもしれませんただそれはオーバーオールの結果ではなくて実際そういうあの走っている時のリスクを凌駕するようなベネフィットがあります これは心血管系のイベントですね死亡とフィットネスレベルをこう比較したあのグラフですけども全くリスクのない人でもこのフィットネスレベル要するにトレーニングをある程度たくさんしている人っていうのは死亡のリスクはこんなに減りますでリスク因子を抱えている人でも半分以下にこの心血管で死亡するリスクは減るわけですねで今この もちろんがんの死亡が第1位で心血管の死亡が第2位なのでこれはこれでかなりこのベネフィットがあるということです。それではがんはどうかと言いますとこれは全てのがんで証明されているわけではありませんけども例えばアクティブな方々はアクティブっていうのはあの日頃から運動している方、えー、明らかな科学的証拠が出ているのは大腸がんと乳がんたい 大腸がんは5割近く乳がんに関しては4割近くがん,のがんになるリスクを減らすと、まあ、同時に死亡のリスクもそのぐらい減るということですで他のがんについてもあの小さなスタディはあるんですけども明らかに証明されているのはこの2つですどんなメカニズムがあるかといいますとこのステロイドホルモン割と免疫抑制に関係するようなホルモンを抑えたりとか その結果免疫系をこう復活するあと活性酸素っていうのが出てしまうんですけどもそれは一時的なものでそれをカバーするようなこの一酸化窒素とかこの他のものでそれを十分補えるとでエネルギー代謝が上がることでそれだけでもベネフィットがあるんですけども肥満自体がこのがんのリスク因子なのでそういったことが合わさってリスクが減ると。 それから、もう一つ塩の直接交換も証明されています。結局オーバーオールではベネフィットあると思われます。次にトレイルランの整理です。けども、これはあのランニング、えー。ランニングだけでもこの？筋疲労っていうのは起きるんですけども。特にトレイルランはこの下りとかで、この伸張性の収縮といって、元も々ともとは筋肉っていうのは？ この縮んで力を出すんですけども伸ばして力を出すんですね足がこのハムストリングとかその裏の筋肉とかそれが非常に筋肉のダメージをこう起こしやすすいんですだから特に下りはいい走りをしないとこの繊維ダメージが起きちゃうんですけどもこれはあの収縮力を比べたこのグラフです割と激しいレースをした後でもう直後から筋肉のダメージが起きて収縮力が減ってきちゃいます。 でここで治るかと思うとそうでもないんですねでこれ最初のうちはこの筋肉から直接この筋酵素が漏れたりしてますけどもその後でこのカルシウムイオンが漏れたりとかでそこでまた新たな反応が起きますでここであの、えー、エネルギーを糖をこう輸送するような酵素も下がってきちゃいますその後でこういった漏れたものに対して 免疫系の細胞が反応してしてまうんですねマクロファージっていうんですけどもそれがたくさんこの活性酸素を出しますで活性酸素っていうのはこのもう一回筋肉にダメージを起こしますこれが DOMS っていうんですけどもリレードとマッススルソワネスって例えば2日後になんでもっと痛くなるんだってたまに経験しますよねそれは直接の筋肉のダメージではなくて二次的なダメージです こういったことが起きないようにするにはここでリカバリーをきちんとやったりとか場合によってはこのアンチオキシダントですねそういったものを取るのもいい可能性はあります次にメンタルに移りたいと思いますまず定義ですけどもこれ非常に難しいんですねメンタルとか心っていうのはまだ科学的にも100%分かっていません個人の定義だと 人間の精神作用のもとまたはそのもの、えー、知識、感情、意思の相対というふうに書いてありますけども、まあ、漠然としてますよね簡単に言うとこの物事を認知したりそれに基づいて行動する要するに頭と体をコン,コントロールするのが心です一番上にあると思っていいと思いますただ場所はやっぱ頭ですね頭の中の 機能の一つですでそれが、まあ、ほとんどの行動をコントロールすると。で一つあのこのマインドというか心がどういうふうにこのパフォーマンスに関係しているかということですけども横軸,横軸がストレスです。これは私の御嶽の,の,の夜の乱のところですけどもだんだんこの。 暗がりで走っててるとどんどんんパフォーマンスが落ちていきますなぜかというと下り坂とかとってもストレスが高いでそういったところである程度まではこのパフォーマンスどんどん上がっていくんですけどもストレスが一定を超えるとどんどん下がっていっちゃいます効率も下がります実はこれは別にトレーラーに限ったことだけではありませんフィフティーフィフティーっていう映画が吹きられましたけども の病でもそうですそれから我々外科医もそうですすべてのことがこのストレスあるところまではストレスはこのカバーできるんですけども一定を超えるとどんどん下がってきちゃうこれをどうじゃマネージするかそこがポイントになりますでこのなぜパフォーマンスが下がるかというところですけどもこのエネルギー代謝これ一般的に皆さん理解できると思う グリコーゲンとかこの糖代謝が落ちてしまうとでそれ以外にもこのホルモンとか免疫それから神経伝達物質というこの辺がフィジカルメンタル相互作用になっていますエネルギー代謝はもう「糖代謝が最初始まりますけどもエアルビックには脂質の代謝が非常に重要ですでアミノ酸っていうのは割とあの脂肪よりも使いやすいんですねだから筋肉というのは割とすぐ 使われちゃいいますすす崩壊しやすいんですそれからホルモンと免疫ではやっぱりあのアドネラリンといってこのストレスに対するホルモンが上がってくるとどんどん逆ステロイドも上がってくるとで免疫はどんどん下がってきますでそれに応じて活性酸素がどんどん増えてくるとでこのピンクで書いたのがそれに対抗する手段ですね人間のでアルギニンなんかを通してこの一酸化窒素が 生成されると活性酸素にこう対抗してくれるんですねでこのイ酸カ窒素に、えー、こうしてこのドーパミンとかエンドルフィンが出てきてこれがこの心地よい状態を作ったりランナーズハイそういったところに持ってってくれますでこれの葛藤とかストレスっていうのは皆さん悪いことに思われるかもしれませんけども これがないと逆に上には行けないんです。これが第一歩なんです。で、ブレイ k o u t p r i n プって書いてありますけども、これはこの今の状態をどうやってクリアして上の段階に行くか。これはすべての,この行動に共通するんですけども、想像とか生産性、幸福健康、それ今回のテーマは運動のパフォーマンスですね。第一歩はまず葛藤とかストレスがあります。ただこれが この辺が限界でこれを超えてしまうとやっぱりかなりまずい状態になってしまうここでどうやってそれを解放するかここが一番大事なところですこれが一旦解放されるとこのピークパフォーマンスですねよくゾーンに入るとか言いますけどもここに持ってけますでこれがある程度この定常化すると一段階上の あの新しいマインドボディのこの状態にいける、まあ、株木さんなんかはこのレースの中でこれを何回もなさってるということですね。これは日常生活でもこの応用できることですで。ここだけちょっと解放のところだけちょっと重点的にお話しますけどもどうやってこのブレイクアウトするかこのキーワードは一酸化窒素。 ドドーパミンエンンエフィンですねこれ,をこれが出てくると人はかなりこのハイな状態になれるんですね疲れも取れてくるこれはあの気分だけではなくて実際に代謝に関係するので、えー、本当に楽になるんですで方法はこの万人に共通な手順とか方法はありませんご本人が一番心地よくリラックスできるような方法が一番いいんですけども一般的に言うとこの 身体運動とか精神運動の割と単純な繰り返しですね呼吸とかリラックス言葉もありますけどもこれはあのリズミカルなジョギングというのは非常に効果的ですねそれから変われることを信じる脳これは医学的にもこのプラセボ効果というのがあるんですけども実はあの嘘の薬でもかなり効くんですでこれは実際にこの脳の中の 先ほど言ったドーパミンとかエンドルフィンの作用ですもう一つは過去を排除することを容認するとで新たな自分をイメージできるとで5番目に書いたこれとっても大事なんですけどもやっぱり自分のことに集中してしまうとなかなか次の段階にブレイクできないのでこの利他主義あの周りのみんなのことを考えるとそこでかなりあの楽になれます。 もう一つ最後に心を良い感覚で満たすということでこれは視覚とか音楽があるんですけどもこのト取ルランっていうのは非常にここがあのぴったりなんですけどもそこ,だそこをトレールランでは非常にクリアできや,できやすい状態にはあります私もあのロードから森に入ると急にあの,このペースが上がるんですけどもそれはこういったところがあると思います。 で最後になりますけどもえっとここに書いたようにマインドとか持久力っていうのは人間が持ってる最もこのえ人間のこの動物と比べた時のこの優れている点なんですね。でこれが人間が今まで進化できてきた鍵になってるわけですで。トレイルランっていうのは その先ほど株城さんもちょっと触れましたけどもその本質に最も近,近いこのアクティビティなんじゃないかって私は思いますだからいろんな入り方があるんですけどもただどんどんやっぱりみんな高みを目指してしまうのでやはりあの新たな分野であるということと極限状態も想定されるでそういったところなのでそれからあの山岳の知識等も必要であると。 それからもう一つはあの、なるべく文化として皆さんのコンセンサスを得る必要があると、そういったところで、あの教育的なことも非常に重要ではないかと思います。あと、もうちょっと詳しいこと、この代謝のこととか、あの胃腸の情報に関しては、午後のセッションで少し紹介しますので、これで終わらせていただきます。